発達する熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。現在フィリピンの西の南シナ海に熱帯低気圧があって、24時間以内に台風になるものと気象庁から発表されました。ではですね、まずは雲の様子から見ていきたいと思いますが、こちら気象衛星ひまわりから見たものになりますけども、フィリピンの西ですね、この南シナ海、ちょうどこの辺り雲の塊があります。ここに現在熱帯低気圧があるわけですが、これが発達し台風になるものと予想されています。現在ですけども北西に15キロ進んでいて、中心気圧は1400ヘクトパスカル、最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルです。24時間後の20日土曜日15時には最大風速が18メートルとなって、台風となっているものとみられます。そのまま勢力を維持したままになるんですが、22日15時には再びですね、最大風速は基準よりも下回って熱帯低気圧に戻っているものとみられます。なお日本への直接的な影響はありません。また熱帯低気圧に関する情報、台風などはアプリウェザーニュースもご覧ください。